はい、じゃあ次はね、タコを茹でますよ。茹でダコってやつですね。まずね、お茶っ葉、これ直接 ぶっこんじゃってもいいんですけど、後処理大変なんでね、こういうキッチンペーパーみたいにねくるんで、これなんでお茶っ葉入れるんだっていう、タコの色出しです、ね、せっかくいいタコ使ってるんだから、ちゃんと赤く茹でてやりたいじゃないですか。このお茶っ葉を入れることによって色が出るんです。沸騰してるお湯に入れます。そしたらね、塩も入れるんですが、これがね、今日の一肝かもしれないですね。この塩を入れるときにの加減によって、タコ、しょっぱめのタコが好きな人はちょっと多めに入れてもいいんですけども、意外と、ゆでタコ買ってきてしょっぱいなっていうのがあるのは、ちょっと塩が入りすぎてるところのタコですね。まあ大体これぐらいのところだったら、大体こんなレンゲで1杯ぐらい、1杯弱ぐらいかなでいいです。これよくね、これ、ま、熱いから真似しないでください。軽くしょっぱい程度がうまいです。さあ、タコ茹でるわけですけども、タコ茹でるポイントのさっきの、塩加減、お茶入れるのと、次3番目のポイント、このタコをまあ茹でるわけですが、みんなタコを茹でたらこうなんなきゃタコじゃないじゃないですか。イメージの中ではこんな茹でタコはっぽくないですよね。キュッと丸めましょう。タコの、まあ、口というか吸水管というんですか、こっちのあるところのこの2本、ここの間にね、ちょっと包丁入れるんです。こんな程度、ね、この口のある方のところにちょこっと入れる、これポイントです。そして熱くしたお湯の中に入れるわけですが、茹で時間なんですよ、ね、場所によってはがっつり茹でちゃうところと半生のところがあります。僕はあんまり茹ですぎるのは好きな方じゃないので、せいぜい茹でて5分程度、このタコだったら5分程度でいいと思います。で、鍋に入れる時の入れ方なんですね。これがまた、第4つ目の肝かな。はい、タコ足からいきますよ。はい、抜く、はい、抜く、はい、抜く、この繰り返し。足丸まってきたでしょ。で、最後入ったら離す。はい、まあ5分です。どうどう、ほらタコでしょ、当たり前か。これを冷たい氷のね、みんなが入った水の中に行って一気に冷やします。
どうですか。色も出たしね、足も綺麗に丸まってます。全くいいことなし、完璧じゃないですか。